おじ上はまだか。船着き場で待とう。おじ上、来ないかと疑った。お話があります。力を合わせれば蒙古の残党を打ち払い島を取り戻せましょう。お前の務めではない。酒井家は武士の身分を失った。この日をもってお前は武士ではない。神のためこの身を尽くしました。悔いはありません。新たな武家が本土から使わされる。領地や屋敷も失われよう。故郷に別れを告げても、ついてまいれ。変わらず地頭を務めるのですか。さよ。本土の武士を鍛える任を授かったからな。よかった。蒙古は日の本全土を奪うまで諦めません。奴らとの戦にこの生涯を費やすつもりだ。この務めはお前と果たしたかった。父と子として。それより御妻をめとって家族を作られては。今さら何を申す。ぬかるみにはまったようだ。そこもと手を貸そう。そんな滅相もございません。遠慮いたすな。一人では動かせんぞ。ありがとうございます。見た目より泥が深くて。大きい荷だな。行き先は城郭へ。クロード様の勢がいるので。勢がおるのか。ご存じない。近々大風を味方に海を渡り原国を焼き尽くすそうです。それは大層な話だ。この荷は全て食べ物です。せめてと思って。まずは泥から出さねばな。このご恩は忘れません。城郭までの道のりは長い。ぬかるみに気をつけよ。蒙古にもな。そうします。あやつの話を信じてはなりません。今はよせ。ついてこい。勢などおりません。日ごとにお前の大義に民が集まっておる。将軍様は案じておいでだ。このわしもな。それは無用の思案かと。新しい武家が来たら民は頭を垂れるのだろうか。クロードの名のもと背を向けるのです。さようなことはさせません。言って聞かせます。お前が手本を見せたのだ。わしに背いたことで民は主を裏切ることを学んでしまった。お前もいつの日か
背を刺されるとは思わんのか。さあ馬を降りろ。ここからは歩く。御意のままに。我が一族の墓所、酒井家の先祖七代がここに眠っておる。お前の母もな。父上も。手を合わせてやらんとな。寂しくなります。そうだな。お前は謀反人になった。私を切れと。クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし、己を守るためです。毒でか。もうこの手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。誉れを捨てたな。誉れが何だとおっしゃる。残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を土産に。その首は我が戒めだ。これで最後になるな。いい日和だ。受け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。我が父と。分かるる縁と知ればこそ。今日を限りに消え果つるとは。
父も母も見ておるぞ。はい、叔父上。鍛えてやる。酒井家でも古今無類の武者へとな。お前は我が子同然だ。どうする？やります。お許しください。私の過ちをお前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。誉れある才能を遂げたい。その名を語り継ぎましょう。武器武者佐時王佐、我が父。息子よ、浄土で待っておるぞ。
ためにある。我が身真実となるはいつの日ぞ。我が身真実となるはいつの日ぞ。Thank you.
一族の墓所で拾ったもの、枯れてもなお美しい軍馬と弓と太刀があれば生きていけると思った。鍵縄ができるまで錯誤を繰り返したようだ。よく励んでくれたのであろう。ありがたい。叔父上、いつか会いましょう。連綿と続く一族の家紋、俺の代で絶やすわけにはいかん。この家紋を見て育ってきたのだがな。あなたの息子になることをずっと夢に見ていた。ユナの小刀、刃は錆びている。壊れておらぬのが不思議だ。最後まで忠義を尽くしてくれたな。ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や堺家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。辛かったろ。いや、なすべきをしたまで。とにかく生きててよかったよ。ファンを殺して蒙古軍には趙がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。石川先生はまだ弟子を追っかけてる。俺の帰りを心待ちにしていらっしゃるだろうな。政子殿はどこだ。一族の仇を追ってる。手を貸すって言ったら軽く言いなされたよ。お一人では危ういな。探してみよう。ノリオと話したか。まだ人手が足りないって言ってた。お主とは大綱での用を済まさねばならんな。そうさ、忘れないで。あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。そうだね。これからは二手に分かれようから。猛虎を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。